はい、皆さんこんにちは。本日は平成30年、2018年のですね、今日は10月の25日、木曜日ですね。木曜日の今お昼過ぎです。渡り寄ってですね、いつものところ来て、これから浦和に向かっていく途中なんですけども、今日もちょっと手短にね、今日の様子をレポートして、また一つ二つお話を、今日はすぐ終わると思うんですけどね。で、今日の様子はですね、一応快晴なんですよ。一応快晴っていうのはですね、空は雲一つないね。一応雲一つない快晴なんですね。こういう感じで、一応全部、まあ、ちょっとこっちの方にね、ちょっとだけありますけど、まあ、ほぼ 99%、99.9%、雲一つない快晴なんですが、全体としてね、やっぱり白く、ちょっとかすんでるというかね、くすんでるというか、抜けるような青空ではないということなんですよね。で、これはね、昨日までずっと撒いていたようですし、それから横浜の方とかね、神奈川の方からでも、子供さんとかからレポート来てましたけどね、やっぱり撒いていたようですから、まあその影響というかね、残ったのは多分あるんだと思うんでね、大気全体になんか白っぽくくすんでますけど、まあそれでもね、素晴らしい秋の、運動会の日にふさわしいよね。ちょっと暑いくらいね。私今半袖なんですけど、半袖見えるかな？半袖なんですけどね。はい、そういう天気です。で、今日のレポートとしてはね、そういうことで。あとはですね、一つは、子供さんの方からね、また新しい動画が一本上げてもらったんですけども、なんかね、私がこの言ったことを気に聞いてくれたかどうかわかりませんけどね、なんか、何回かに分けた動画ね、4回、3つ、4つ分けた動画をね、その時間差で分けた動画をですね、なんか繋げて、まとめてくれたんでね、ちょっと手間がかかって、それから、字幕も入ってたんでね、ちょっと手間がかかってるなと思ったんですけども、そうやってね、時間の経過によってどんな変化をするかっていうのをね、実際にやってくださったんでね、まあ、一つね、サンプルとしてね、大変参考になるし、よかったと思います。私もね、実はそのやってみたんですよ。その結構1時間くらいロングバージョンでね、録画したのをですね、パソコンでまとめてね、ちょっと短縮してみようと思ったんですけどね、ちょっとまだそのソフトの関係とかでね、いまいちまだうまくいってなくて、うまくいったらぜひそれもやりたいと思っております。それ一つね。あと先日新しくその、カナリア軍団に入ってくださったね、かっちゃん2さんですね。高知の方の方なんですけども、精力的にですね、たくさん動画を上げてくださってですね、で、その中で私たちの方から、聞きもしなかったんですけど、自らですね、その、元自衛隊、自衛官というかですね、現場のバリバリのですね、体を張って戦ってくださってきたね、その自衛隊の方だということをね、お話しくださいましてね、で、まあ、それを聞いた瞬間、私もね、まあ、ちょっと驚いたですよね。で、そういう方々がね、そういう方がその一緒にメンバーになってくれるっていうのはね、これはね、大変力強いというか、ありがたいことですよ。そのかっちゃんさん自身がですね、最初はその、これ、ケムトロルってものをね、その実際に飛行機から巻かれてるってのを、最初はよく分かってなかったかもしれないんですが、ご自身の目でね、その実際に巻いてるのを目撃されて、やっぱりそれは本物だと思うんですね。それは本当の体験だと思うんで、そこで一緒にやってくださるということですから、大変ありがたいと思います。で、まあ、元のお仕事からですね、多分言えないこともいっぱいあるんだろうし、その国家機密にもかかってくることもあると思うんで、我々がですね、根掘り葉掘り、聞いてもですね、なかなか全部は、教えてもらえないとは思うんですけども、それでもね、多分我々が知らないことをいっぱい知ってると思いも、知ってらっしゃると思うんでね、これから、とても助けになってくれるんじゃないかと思うんでね、私は期待しておりますのでね、皆さんもよろしくお願いしますね。ぜひ、仲間に入れ、一緒になって、一緒に協力してね、その、まあ、煙取れたものをよく調べて、そこからね、いろいろとその他の問題についてもね、どんどん、調べて、皆さんに伝えていければと思いますので、よろしくお願いします。今日はそういうことです。もう、これからちょっと仕事ありますしね、雲も出てませんしね、まあ、風景、ちょっと景色を映して、ここは荒川の、いつもの荒川の河川敷なんですけどね、ちょっと見るかな、向こう、すぐ向こうの方にね、荒川の川が流れてるんですよ。この水門があるでしょ。秋ヶ瀬の水門なんですね。ここから水道水を取ってですね、
みんな埼玉県と東京の人は飲んでるんですけどね、まあ、あんまり綺麗な水じゃないんですけど、で田んぼが広がっていて、一旦稲刈り終わった後まだね元気で、もう一回稲が伸びてきてですね、あの芽が青くまたなってますね。風はもう爽やかな風が吹いております。方向的に言うと北西です、北東ですね、北東の方からこちらの方から風が吹いてきますね。まあ、そんなところでございます。じゃあまたね、皆さんそれぞれ、頑張っていきましょう。ではよろしくお願いします。ありがとうございました。